今回の地の種のノートでは数字探しです。欠けている数字とチョークした数字を見つけてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。1から15の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は6でした。重複している数字は11でした。このようにしてやっていきますよ。それでは次の問題に行きましょう。2問目です。1から15の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は12でした。重複している数字は5でした。制限時間内に分かりましたか？次は少しだけ難易度が上がりますよ。3問目です。1から15の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は9でした。重複している数字は14でした。マスに色がついて見づらくなりましたね。次は数字が増えてレベルアップしますよ。4問目です。1から24の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は20でした。重複している数字は2でした。数字が増えたので難しくなりましたね。5問目です。1から24の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は15でした。重複している数字は24でした。次はさらに難易度が上がりますよ。6問目です。1
1から24の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は3でした。重複している数字は10でした。次からはさらに数字が増えますよ。それではやってみましょう。7問目です。1から35の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は31でした。重複している数字は28でした。数字が増えて難しくなりましたね。制限時間内に分かりましたか？8問目です。1から35の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は17でした。重複している数字は1でした。次がいよいよ最後の問題です。9問目です。1から35の中で欠けている数字と重複している数字を見つけてください。終了です。答え合わせです。欠けている数字は34でした。重複している数字は6でした。追加でおまけの問題です。1から35の中で欠けている数字は何でしょう。終了です。いかがでしたか？この問題の答えは別の動画にありますので、わからなかった人はチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。脳を活性化する脳トレが満載の知の種のチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントと高評価で応援してくださいね。